はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。アクトレイザールネッサンスアイトス編、まあ、アイトス編は今回で終了ですね。もうアクト2行きます。降り立って、なんかここのボス火炎車みたいなこと言ってたよね。なんか左ってさ落ちそうなんだけど、なんかある？え普通に溶岩があるだけか。あれ魔法って、治癒の魔法手に入れたよね。早速食らっちゃったし、なんか下がわかんねえかな。いきなり溶岩っていう可能性があるから。え、これどうすんの？あ、動く岩場か。これ何？破壊はできない。アーリマみたいな、レッドアーリマみたいなやつ。赤くないけど。なんだこいつ。リンゴ。ブルーアーリマ。所詮まがいものだ。こいつ赤い。赤いけど、地べたを這いつくばっている。こいつ倒せんのかな？あ、倒せそう。でもめんどくせえ。あぶねえ。ちょっとこれ。ジャンプ力そこまで高くないからな。で、うっぜえ、こいつ。しゃがんで防御っていうよりはなんか防御のボタンが欲しかったな。まあまあいい。やべ、なんだかんだですっげえヒット率減ってんな。かけらを回収していこう。で今2020か。やっぱりこれはマックスにしていきたいよね。ちょっと魔法確認していこう。癒し 25% か。まあやってみますか。76で、マジックパー60って結構だよね。おお、危ねえ危ねえ。溶岩に飲み込まれるかと思った。これなんだ、どこまで上に上がればいいんだ。一番上まで上がってみる、せっかくだから。どこら辺、ここら辺。結構上まで上がったな。これだけ？あ、出た。謎の鬼の、あれ？こいつちょっと強い系？いや、まあ、ちょっと強い。あ、やっぱり中ボス的な感じだったか。足場が出てきた。これで攻撃力は 50% で、足場を伝って上行けそう。今何手に入れた？これ上行ける？ちょっと気になる。本当にこれ行ける場所が多いよね。さあ、こっからジャーンプ。ダメだった。多分てっぺんに行った時にジャンプしないと届かなそうだな。回復。だいたい中継ポイントは2箇所くらいだよね、毎回。うわーい死んだ。飲まれたか、溶岩に。ちょっと待って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 。もう来たら、いった。すぐ行こう。はい、ゴリ押し。その分ヒットポイントが。もうない、リンゴくれ。リンゴじゃない、マジックパワー。まあ、マジックパワーも、回復で結構、こいつ本当のレッドアーリマンだ。飛んでいる。宿敵で、ちょっと待って、これ。やばいやばいやばい、死ぬ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 、マジで死ぬ。これは死ぬ。俺死ぬわ、これ。やばい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 。使おうか。ちょっと待って待って待って、なんかさ、右側のやつさ、入ってきそうだよね。炎。なかなか難易度が上がってるじゃないか、アイトス。てか、これさ、すっげえ戻ってんだけどさ、どこまで戻らされんの？え、これ、これ何、どう？何がある？これか、スクロール。マジックパワーアップ。リスクはバネ。スクロールを取りに行くというリスクを犯してマジックパワーをアップさせる。これまた帰んなきゃいけないのか。これくらいの足場だったらね、全然ギリギリってわけじゃないし、落ちるってわけでもないし、
足場自体が。まあ、少し慎重に行けばなんてことはない。ちょっとこいつ邪魔で下か。リンゴ、よし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 。痛い痛いです、やばいです。リンゴが欲しいです。ちょっとしゃがんでた方がいいかな。しゃがんでると防御だよね。でマジックパワーはもう70しかないけど回復しよう。マジックパワーの消費量が半端ない。ここはちょっと炎を待ちながら下へ降りる。あれこれこっち左に違う、こっちから出てくるケースもあんのか。待って待って待って、またこの影武者か、影武者っていうか落ち武者っていうか。落ちてはない。いやお前は落ちている。死亡時復活、もう死にそうだ、助けてくれ。で回復地点、まあ、一応もう魔石はマックスになってるんで。ボスか、これどうする。攻撃でゴリ押すか。もうマジックパワーがないんだよね、回復しすぎて。ちょ待って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 、これいつ戦闘が始まるのか分かんないんだけど。灼熱の魔漢火炎車、とりあえず上にいよう。で銃しかないけど何が撃てる。何も撃てん、マジックパワー不足だ。肉弾戦で行くしかない。ちょっと相手のパターンか分からん。こういうパターンか、行けるときは行く。ラッシュ、ダメ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 だ。飛び跳ねてるの危ない。これ追撃しない方が良さそうだな。回避に集中しよう。会いたい。でここしゃがみながらだとガードはできるけど、攻撃の回数はやっぱ減るよね。怖い怖い怖い、これ待って待って待って、ちょっと場所が悪い。あのでも復活できればこれ倒せるでしょ。攻撃パターンはもう見切った。あと降りてきたところを即殺する。痛い。やるじゃないか、裏の裏を書いたな。しかしそれがお前の終わりだと思ったけど、いて、ちょっとゴリ押ししすぎてる。ちゃんとやつが止まったところ狙おう。よし倒した。マジックパワー不足だったっていうところがきつかったね。封印完了。炎の王の灯火は消え、山々に平穏が戻った。我らが神の勝利、当然だ。その刀欲しい、かっこいい。この地の長になってほしいと頼まれた。断った。主の民を奪うわけにはいかない。我はもはやただの身蔵なよ。英雄でもある。ちょっと英雄たちのステータスを確認しよう。身蔵な何がいいんだ。火炎の底から250、めちゃくちゃ上がった。アイトスの血を脅かす脅威は消え去った。じゃあ頑張ってくれたまえ。あれ死んでに行っちゃった。ちょ上に行こう、天界へ。ワールドマップだな。で次の地はどっちだ。なんか下もあるんだよね、マラナ。あーマラナ行けるな。マラーナの前に上も見てみよう。ノースウォールレベル12か。あとマラーナとノースウォールだけ。
左下の方って何かあったっけ？何もない。ではマラーナへ行きましょう。準備 OK。 あ、なんか地上上のなんか森バージョンがある。上に見えるんだけど、あの金の像が。マーラーナアクトワン。下沼か。でもトカゲ戦士普通に沼にいるよね。沼に底なしではない。そこはある。浅いな、そんな浅かった。あれ、こいつなんだ、逃げてる。魔法で追撃するのがいいか。ファイヤーでちょっと変えよう。ファイヤーにしよう。ほら行け。ああ、上に槍があんじゃん。これ上どうやって行くんだ。まだ先へ進まないといけないか、このスライム。トカゲ戦士無駄。ヒットポイントを回復。こいつも端っこに追い詰めれば。ただの雑魚よ。これで戻るか。戻ってスクロールを取るか。今度足場が細い。このくらい細いとちょっと怖い。あー、落ちた。慎重に行こう。垂直に落ちよう。上に行ったら垂直に落ちる。あんまり方向機を入れすぎない。で戻ってきた。スクロールゲット。今マジックパーいくつ。150くらいマックスで。全然取ってないよね。3個ずつあるってことはもう多分200いくつとか。マジックパワーが高いと多分回復も。これ差し下に落ちなきゃダメじゃん。結局回復できる余裕ができそう。今は完全にマジックパワー不足だからね。まあどっか裏方でスクロール探しでもしますか。こいつどうし。消えよ。 20% アップ。ん？こいつなんだ。倒す。目標は全て破壊する。硬い。お、でかい。こいつもしゃがんでるわ。大丈夫だ。全然戻ってくる。その手には食わんよ。こいつ強いかな。連打で倒そう。魔法とかの方がいいのかな。そしてでかいのくれるからね。リンゴに誘われる。あれ下か。普通にめっちゃ遺跡だね。でも痛い。これは下に落ちてファイヤー。一発じゃ倒せなかった。攻撃50。あ、なぜかこんなところに。普通に行ったらあったんだけど。ここは下に落ちない感じなのかな。じゃああんまり落っこっちゃってさ、なんか戻っけ。なんかまた変なやつがいる。強い魔法だ。これ多段魔法って結局多段ヒットしないとちょっと効果が薄いよね。多段ヒットするとマジで強い。だから基本的にでかい敵の方が当たりやすい。だからチェックポイントまだ。スライムヘビ。毒とかはないよね。これさ、下行けないんだけど。階段を無視していくことができない。魔法50。これで下行けんじゃん。こいつ硬いからめんどくさいんだよね。いけ。やっぱ 50% くらい上がってると強い。攻撃力も。なんだ、なんだこれ。か。お、どうすん。ここは完全に追い詰めた。そろそろたまりそう。
貯めていきたい 100% まで。待ってすっげー変なとこに沼に。いや強い。まあ100にはなったけど、ようやく回復。お、ボスだ。お、植物。こいつは炎を効きする。なんだ、必ず一回回避するよね。人食いの妖怪ラフレシア。これ上狙った方がいいのか。ちょっとすっげー当たんだけど。これさ、あの触手みたいなのにも当たる。ちょっと的がでかいから超弱いんだけど。かつてないほどの弱さだったんだけど、ボスの中で。マラーナ。ようやく人の住める土地になった。おお、なんかちょっと。マラーナ、海に囲まれた島。その上、限られた土地には密林が広がっている。樹木の前に我らは無力です。これ雷でいいのかな。木の根が邪魔で道を広げられない。開拓を進められるように助けてあげましょう。まあマジックパワーあるからね。結構普通にこれでいいのかな。あ、いけるね、いけるね。ここら辺がいけるか。こういうやつ少し広げよう。ここは1でいいか、さすがに。はい、でここは2にしよう。でここは1で大体 OK。 あ、なんか出てきた。マラーナを覆う豊かな木々がこうも露を払うかのようにたやすく葬られるとは。あ、なんだ、めちゃくちゃ怒ってんのかと思った自然を破壊するなみたいな。シェマール教団、永遠なる緑。いやでも怒られそうじゃん。ほら、自然を信仰してるって言ってるよ。あ、手を取り合って行きましょう。なかなか理解力のあるやつだ。緑の教団、名前は怪しいよね。さあ、まあとりあえず破壊できるのは破壊しておこう。これちょっと沼地っぽく、なんか2人出てきたよ。俺がサボってたからかな。おお、なんかデーモンもいる。しかし今は破壊するものがないだろう。優雅に飛び回ってるがいい。ちょっとマジックパワー使っちゃったかな。結構あれだな、土地が複雑だな。あ、とりあえず導こう。まずは、あ、下行けない。これやっぱり日照りをやんなきゃダメか。どうでしょうか。あ、大丈夫だね。このデーモン3しか来んない。ケチだ。30使う価値がある。じゃあまあまあ、まずはこっち行って、道を広げたらちょっと下の方も行くか。これ2体出てくんな。それはそれで厄介。なんかあんまり広げらんない。ああ、橋がない。橋の技術がないからな今。これやっぱ川は越えらんないよね。だってさ、このさ、ここ越えられないってことはさ、もうこっちなんて絶対越えらんないでしょ。
払うとか、まず人口が2人しかいないんだけど、増えてないんですけど。冒険家を名乗る者がマラーナの地を訪れた。この地のどこかには古き民の秘宝が隠されている。マラーナの地は知っての通り人の立ち入りを拒む密林に囲まれている。調査はなかなか進みません。カサンドラで絵を調査していたあの男誰全く覚えてねえんだけど。とりあえず人口30人にしよう。トレジャーハント、広範囲に道を引くって言われてもさ、そんなに今行けないんですけど。そもそもこれ怪しいよね。行けないでしょ。だって行けない、上には。なんかその技術がないと。畑なんかサトウキビみたいなのができてんだけど、てか敵が多くてめんどくせえな。お、一気に増えた、一気に増えた、いいねいいねいいね。ただすげえボロいんだけど。魔物を封じる方法を探るべく巣へと向かう。永遠なる緑、同行させてはくれませんか。神聖なる魔法、例の教団、あなた方の手を借りるわけには。信仰は違えど同じマラナに住まう隣人同士、生活を脅かす脅威にはお互い手を取り合って立ち向かう。よろしくお願いします。人の世から失われたはずの魔法の力が使える。いや、もう一人使えるやついるだろう。めちゃくちゃ役立ってるけどね。広範囲に道を引く、これはまだちょっと無理だな。行きますか。さっさと乗り込もう。マーラーな魔物の巣、またこいつがいるわ。あ、いてー。これ破壊して、ひょ、めちゃくちゃ弾き出されたんだけど。攻撃力20アップ。あ、これいい場所だな。なんかすげえラッシュ。え、動くんかい。初めてだこんな動くやつ。しかしその動きが命取りになる。それを教えてやる。痛いです。追撃する。ファイヤー。ちょ動くのかなり厄介だぞこれ。思っていたより厄介。くらえ。もう一発くらいファイヤー当てれば倒せそうだけど、適当に当たんない。逃がさん。よし、倒した。さあ、これで砦か。ジョキス3。魔物の巣が封じられた。あなたの奇跡はまさに我らの光。護衛を申してた永遠なる緑、信徒たちにも感謝しなければいけない。異教徒と思いこれまで避けていた。とても親切な人々です。もっと友好的に関わっていくべきかもしれません。尻尾を出さなかった。協力もいい、人間たちの決めたこと。異教徒くらいのことで目くじらを立てたりはしない。信頼と勧誘。で、ちょっとこっちも道は引いておこう。あ、下行けんじゃん。で、ここはだったよ。ちょ、待って、さっきこっち行って、橋がないとちょっと無理なんだよね。ちょ、待って、こいつ。なんか下にもいなかったっけ。どっか行った。出てきた。こいつこっから出てくるのか。
3しか来んないやつ。本日は皆様にお願いしたいことがあった。拠点としてこの地の外れに寺院を建設させていただきたい。寺院。資材や働き手について皆様にご迷惑をおかけしません。拠点ができればこれまで以上に魔物退治の協力ができる。寺院となった私だけの考えでは無理人もできません。信頼していただけるよう努める。どうやら我らがマラナに魔物が迫ってきてる。お前の仕業じゃねえのか。襲撃てかな、砦立ててないんですけど。そもそも一応人口増やして、てか工場できてなくね。これ工場かな。このしょっぽいやつなんかしょぼすぎてさ、家なのか工場なのかがわかんねえんだけど。立てないと話にならん。まず砦を。これ工場だよね多分。砦1個は欲しいな。いや1個とかやっぱ2個3個は建てたい。あできたできた、工場だやっぱり。ちょっと待って、あの金の魔物どこ行った。砦っていくつだったっけ。30使うのか。まあ、レベルは1だから建てて終わりだからね。じゃあちょっと砦を建てますか。ここ建てらんない。あれ破壊しないと建てらんない。ここに置くでしょ。ここに置きたいよね。であとは弓兵を着て、ちょっともう一個資材取ろう。よし OK。 これで弓にするか魔法にするか、まあ弓だな今は。とりあえず神殿の近くここら辺、これで行こう。怖い魔物ども、経験の書使おう。ミグラナ、ミグラナちゃんしかない。さてさて、ヒットポイントは90。なんか多いんだか多くないんだかよくわかんねえ。あ、なんか変なのがいる。こいつ雨に絶対弱いよね。じゃ1体でやるのはもったいない。弓がまあまあ効いている感じではあるか。この人玉みたいなってどうなの。一回雨捉えとこう。消えてった。あこっちから、ああの狐型、こいつあれか、何気に魔法防御持ってんな。柵置くか一個。ここにしか置けないし。で雨使えるようになったか、ちょっと一回雨使おう。ここに行け弓兵。てかさ、こいつ魔法だったら効かなくね。大丈夫、まだ英雄召喚できねえしな。とりあえず倒そう。こいつ一発で倒せんな。よしここはヒットポイントめっちゃ高。ダニエラマジで攻撃力高いよな。ヒロとしてヒットポイントしかねえな。アロンゾも攻撃力が高い。こいつ何なの。攻撃速度が速いのか、こいつ攻撃速度が遅い。味方砦ユニットの攻撃速度をアップする。あえそれ何、一番下火ダメ軽減、攻撃範囲アップ、え攻撃速度アップ、いいな。ちょっと先にミグラナ召喚しとこう。かっこいい、ミグラナはねかっこいい。まだ雨使えねえわ。ちょ神殿とか大丈夫、神殿じゃんあいつ。ちょっと待って、めっちゃあと 10% しかねえ。待って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 、効果大、ちょこれ照らせ。
これ死んだらあいつ、あ、回復してる、回復してるわ今。え、ミグラナ攻撃してなくね、逆に上から来てるし。で召喚しよう。でここはもうダチ入れちゃう。ここで頼む、死守してくれ。でこいつらはもう雨で消し去る。でリンゴ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 、あれリンゴってさ、神殿はそうだよね、回復しないよね。完全にやられた、もういきなりやられたよ。シェマイラその場にいるだけで英雄と砦を持続回復させる能力を持っている。何の役にも立ってなかったけどね。砦の近くに置いとくのがいいってことか。という感じでちょっと行きましょう。次進行、まあ、物はこれでいいや。最初に誰召喚する、やっぱダニエラだな。攻撃範囲の広いダニエラを召喚しておこう。で、まあ、ここ砦は防御壁にはなってるよね。めっちゃ吸い寄せられてきて、で雨で一旦倒して消し去る。でこいつらは厄介だよな。柵1個作るか。はい、でここの柵で太陽かこいつは。はい、あとは風は違う。ああ大地か。クエイ消える。よしこれで OK。 で召喚可能で、やっぱダニエラちゃんだな。マジでいい。ダニエラは頼む、頼るしかないダニエラに。で雨でちょっとここ一回消しとこう。でここで柵をやってる間に来たから、フェイク2で全員入るよね。いいねいいねいいね、よしよしよし。でどうする、アロンゾここにやっとくか。でこいつも消しとこう、邪魔。いいねいいね、もうみんな暇してるよ。あすげえリンゴが出た。さあ行け。でここもいらない。来た来た来た、鳥。アロンゾなんとかしてくれ。でここはまた集まってきたら消す。いけダニエラ、強マジで強い。ダニエラとか言って、これって何に弱いんだ。風か、使いねえし。こいつら消しとこう、邪魔。おいけダニエラ、強い。マジで一掃できんな。あ狙われてる狙われてる。最後の魔物の群れ結構大変だな。アロンゾが動いている。いや襲撃がマジですごい。俺はもうマジックパーがないからね。あとよろしく頼む。ちょっと殴られるぞダニエラちゃん。やはり頼れる。ちょっとダニエラレベル上げたいな、もうちょっと。じゃあマジで強い。マジックパワーはちょっと温存しておこう。これで終わりかな。倒した、撃退成功。安心ください、魔物どもは全て私の手で退治いたしました。一回やられたけどね。なんとお礼を言ったらいいか。お待ちください、あなた方の頼みを断るのをどうしてできましょうか。寺院の建設を許可することにしました。森の寺院シェマ2個しかない。
レベル上がんの2個で。はい、というわけで、新たな地、なんだっけ、もう忘れてた、マラーナ、やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。